ヤーマン、こてつボンバーことこてボンでございます。いやー、今日もいい天気ですね。ちょっと雲多いですけど、今日は何の日か皆さん知っていますか？今日はクニーナの日でございます。そんなね、クニーナの日にね、阪神高速来ちゃいました。森口入り口です。今回はですね、前回太一の RSJ330 のレビューをしたんですけど、それに引き続いてですね、ちょっとモデルは古くなりますけど、太一の今年の春夏のエアパーカーのレビューをしたいと思います。よければ皆さん最後まで付き合ってください。現在の時刻はですね、朝の8時20分でございます。で、気温が22度、まあ9月の終わりなんでね。で、昨日もちょっと天気悪かったんで、ちょっと冷え込んでるかなっていう感じの朝でございます。だいたいライダーとしてはこれぐらいが走ってて一番気持ちいいんですけどね。だから1年を通してライダーに恵まれた時期っていうのがとても少ないでございますね。はい。あ、オービス発見。皆さん気をつけてくださいね。それで前回は秋冬用のレビューで中に着込んでいる服、まあ、半袖1枚やったんですけど、今日はもう万が一寒かったら嫌やったんで、ユニクロの長袖のタートルネック、その上に太一の薄手のロング T シャツ、それにこのエアパーカーを羽織っております。まあ現在ね、だいたい80キロぐらい出てるんですけど、風バンバン通します。これ太一の薄手のシャツ1枚やったら多分めっちゃ寒いな、めたんこ寒いやんこれ言うてますね。はい。ユニクロの長袖ありきの話でちょうどいい感じでございます。まあ下道じゃね、なかなかスピード出せないんで、まあわざと高速乗ってるわけなんですけども、みんなガンガン詰めてないこれ。どんだけいいですよね、あのアウディ。ああ、もうこれ、今流行りの、アウディ運転中やっちゃいますか。ああ、怖い怖い。いや、でも私、今80キロで走ってても、これガンガン置いていかれてますんでね。みんなこれ200キロぐらい出てんちゃいます。ピーン言うて。素晴らしいな。今80キロで走ってて、まあ、寒さを感じることはございません。今ビャンビャン風入ってきてくれてるんで、めちゃくちゃちょうどいい感じの気温になってます。体の中が基本今温度、風もそこまで強くなく、まあ、走ってる感じで得られる風ぐらいの風ですかね。で、まあ太一さんのパーカーなんで、まあバイク用なんで、まあもちろんなんですけども、まあ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 ばっかり言ってますけども、肩と肘と背中、パッド入っております。そして胸のパッドはついてないんですけども、まあ太一さんなんで、もう後付け OK な感じでございます。そしてね、やっぱりね、太一さんね、デザインがね、チョベリグなんですよ。もう、メタンコ可愛いんですよね。まあ、36のね、私が言うのもなんなんですけども、デザインが可愛すぎて、なんかずるいっす。お値段少々しますけども、このデザインやったら、ええか。
えんちゃうんってなっちゃいますよね。やっぱりこう、なんていうの、この街乗りに対応できる幅広いデザイン、脱帽もんですね、もう太一さんのは。そろそろちょっと80キロで走ってたんですけども、スピードをちょっと上げさせてもろて、どんだけ風の感じるかちょっと試してみたいと思います。それではちょっと限界突破いたしたいと思います。させん、させん言うてよ、車が邪魔だよお前。どけー。はい、というわけですね、今限界突破中でございます。真夏にレビューできなかったのがあれなんですけども、まあ、たまたまライマンに行ったら 30% オフで安なってて買っちゃった的な感じなんで、まあ、ライラン、まあライトランドなんですけどね、私は勝手にライランと呼んでるんですけども、まあ、来年の夏がちょっと楽しみですね。というわけでですね、ちょっと簡単にでしたけども、今回の動画いかがだったでしょうか。そろそろもう終了いたします。まあ、これからちょっと兵庫県の方へ旅立っていきたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。アデュー。